まあ正直しんどい試合だったんですけど、まあ勝てたことはすごくほっとしてます。でまあ、試合展開も結構サーブで押されたり、相手の方がディフェンスが良かったり、まあ自分たちにとって厳しい展開が続いてたのは続いてたんですけど、そういう中でもしっかり点数取り切って断ち切れたっていうのはチームにとってすごく大きなことだったなというふうに思います。あまり何も考えてなかったんです、正直。もう点数取るっていうことだけをもうあれこれ考えるのをやめて、もうこの1点に集中しようって自分の中で思ってたんで、そんなにあまり考えてなかったかもしれないです。サーブで押されたりとか、まあ、トランジション、ディフェンスの後の攻撃っていうのはどうしてもサイドに多くなりやすいの でハイボールだったり、まあ、自分にも上がってきてますし、でまあそうですね、こうまずは逃げないで、しっかりと自分の空間を保ちながら相手をしっかり見て、で1点取り、確率が一番高いところに打つ、例えばそれが相手だったり指先だったり、チャンスがないと思ったらリバウンドもらったりっていうことなんですけど、まあ今日はとりあえず何が何でも点数取ることだけ考えて打ってました。最終的には気持ちのところが一番大きいかなと思います。でもそれに至るまでに自分たちがやるべきことを、しっかりと遂行してましたし、一人一人が自分の役割を全うしてた上での、まあこの逆転というかだったなのかなと思います。いつも応援ありがとうございます。いよいよファイナル4も次が最終戦ということで、相手は名古屋、ウルフドックス名古屋になりますが、まあ僕たちがファイナルに行く上で、必ず超えなければいけない壁なので、またチーム一丸となって、そしてファンの皆さんも一丸となって、最後のファイナル4、名古屋戦に、向かっていければと思いますので、これからも熱い応援、そして声援をよろしくお願いします。